こんにちは。こんにちは。渡辺です。木田です。はい、ということで、今日は何にも打ち合わせしてないけど、何すんの今日。今日は、まあ、最近1分間アレンジに挑戦してたんですけど、2回ぐらいやってたな。はい、今日もなんとその半分に縮めて30秒。ほんまにできんのそんな。やりたい。やりたい、はい、まあ願望ってことやな。はい、なるほどね。おすすめとしてはもう本当に朝寝坊したとか時短というか時間ない人におすすめで、まあ私ぐらいの長さで胸上ぐらいかなの方やったらにおすすめなんやな。はい、 OK です。わかりました。じゃあ30秒、ほんま30秒いくんだ。30秒で皆さんやりますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。 N.のポリッシュオイルとシリコンゴム2本使います。じゃあということで30秒でやるアレンジをいきますが大丈夫ですか。お願いします。じゃあ本当にタイマーを測ってはい、やっていきますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、それではよーいスタート。まずは表面ね、表面の部分を取ってゴムで結んでる、後ろの部分かな。でサイドの髪の毛を後ろに持ってきてまたゴムで結んでますね。ちょっと手が震えてきてますね。で、それを輪っかを反転、半回転させて1個目の髪の毛を通すね。で、そこをギュッと締まって、はい、はい、41秒で終わりました。くそ。まあね、はい、ということで、41秒アレンジでしたね。失礼しました。はい。で、ちょっと、まあ、やり方をね、しっかりと解説していきたいと思います。じゃあ、ね、外していきましょうか。はい。まずね、横の髪の毛を、こう、なんかねじって入れたよね。なんか通したって感じやんな。それをこう、ねじりを取ってもらって、輪っかを。なかなかね、ぐしゃってやったからね。で、そういう感じになってるな。で、横、ちょっとだけ向いてもらって、もうサイドの髪の毛を持ってきてるって感じやな。はい。で、後ろに、で、結んで、それを、一回転させて、一個目の、とさせて、下の、一個目に結んだ髪の毛を通すっていう感じで終わったって感じやな。はい。OK です。はい。じゃあ、それを外してもらって。うん。こんな感じだね。で、一つ目の多分やつは若干横向いてもらって、表面のね、この辺の部分、を大体ざっくりと取って後ろで結ぶ。で、この時に多分、あんまりあれやんな、上に上げすぎず、下にこう押さえながら結んでいくのがポイントやんな。じゃないと、分け目が見えてきてしまう。横向いた時にね。っていうのがあるので、一応そういう風に結んで、それじゃあ外してもらって。で、終わりって感じだな。工程的には3工程みたいな感じかな。そうですね。上、真ん中取って、で、サイド取って、結んで、くるっと回転させて、通す。だけの感じやな。はい、だけです。はい、これがプロセスになります。はい、ということで、お疲れ様でした。はい。残念ながらね、41秒。っていう結果になったんですけど、はい、でも41秒でできたらいいよね。まあ、早いと思うけど、まあもうほぐしもなしだし、ただなんかゴムをしっかりと隠してバランスよくハーフアップをしてみたいみたいな感じやんな。はい。なのでもうさっき言ったように時間がない方、朝起きても全く時間ない方だったりとか、パッと結びたい時。仕事で下向いてる時にこう邪魔やなってなるよな、女性の方はね。その時にこうパパってやっておしゃれに見えるアレンジになってるかなと思いますので、まあ、皆さんも頑張れば41秒、いや僕個人的には30秒でもできるんじゃないかなと思いましたけど、ちょっとねなんか個人的にゆっくりやりすぎたなと言ってました。終わった時にね。
っていう感じなんで、余裕かましちゃいました、余裕かましてたって言ってたんでまあでもね、頑張ればできるっていう感じでちょっと証明できたと思いますので、よかったら皆さん参考にしてみてください。はい、この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。さよなら。